嘘でしょ、ネウロ。ネウロ！やっとあんたの中身見れる時が来たね。待たない。今日は黙ってそこで見てなよ。私が教えてあげる。サイ、あなたの謎を私が。ふーん、俺の謎ね。じゃあ聞かせてごらんよ。犯人はお前だ。なんだよいきなり。あなたは私の父葛城誠一を殺した。ねえねえ、それと俺の謎と何の関係があんの？それは殺した動機があなたの存在理由そのものだから。なんだいそれ。鎌田教授に見せられた石室の写真覚えてる？あなたはあの時気分が悪くなった。私もあの時思い当たる節があったの。あれは死んだ父の書斎そっくりだって。ここの遺跡を見て私は確信していた。この古代遺跡そのものが父の建築様式。父はこの遺跡に影響を受けて自分の建築様式を見出したに違いないの。だとすると20年前にいた日本人建築家は間違いなく私のお父さん。何が言いたいんだよ。あなたはセレンのことを知りたくて父に接近したんじゃないの？どうして俺がそんなにセレンに興味を持たなきゃいけないわけ？わからないの？あなたは本物のセレンを見ているんだよ。その面影をずっと追ってたんじゃないの？あなたはセレンに姿を変えた。ってことはセレンを見たことがあるってことでしょ？ラリッタは変身したあなたの姿を見て子供の頃に見た魔女だと思ったからシャッターを押した。だからあなたの姿は間違いなくセレンそのものだったはず。彼女の写真は一枚も残っていないのに、あなたが変身できたのは20年前に本物のセレンを見てたからだよ。20年前、俺が？随分と強引な論理だね。いくらあなたでも見てもいないものには化けられない。さすがだね。気がつかなかったよ。そう思えばそうかもしれないね。で、セレンの産み落としたという赤ん坊、それがあなたじゃないの？あなたは見たんだよ、セレンの最後の姿を。無残な死に方をした母親の姿を。それがあなたの深層意識にあったとしたら、写真を見て気分が悪くなるのもわかる。きっと復讐なんだよ。自分のルーツを求めながら無意識に母親の復讐をしてたんだと思う。大した心理分析だね。もしそうだとして、セレンは本当に魔女だったと思う？わからない。でもセレンが魔女だとしても私は驚かないだろうね。その推理出任せだとしても気に入ったよ。それなら自分がこんな人間とも言えない化け物であることにも説明がつく。魔女の血が流れてるとしたらね。サイ、俺からいつも離れない悲しみに似た何か、その理由も説明がつく。魔女の子なら自分の憎しみによってできているという理由もわかる。あなたは今まで警察の人に化けて自分の犯罪の証拠を消していた。ねえ、あなたが私のお父さんを殺したんでしょ？結局俺が自白しない限り証拠はなしか。それじゃあ俺を裁くことはできないよ。動機ならある。私のお父さんへの憎しみ、母親と実の子供。いい加減にしてくれ！忘れちゃったって言ったろ！お前に俺の中身がわかるはずがないんだ。お前のその手には乗らない。
俺はネウロの中身が知りたいんだ。邪魔をするな。ねえ、今ここにいるサイも怪盗サイの中身なんじゃないの？今まで散々さまよってきたサイだってサイの中身の一部だよ。残酷でエゴイストで暴力的で幼くて、家族思いの人にはちょっとだけ優しくて、私にとって怪盗サイはそういう中身を持った人。うるさい！俺はネイロを切り刻むんだ。こいつの中身を調べればきっと。やめて！どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。もう一人いるぜ。もう忘れちゃったか、五代さん。うわあ、五代さん。ああ、なんてことするのよ。下にネウロがいるんだよ。そう簡単にくたばる野郎じゃねえ。そうだろう。ネウロ！え？嘘！アカネちゃんどうして？冗談じゃない。時間がないっていうのに。おとなしくしろ、サイ。こいつら。正気は我が輩にとって人間の酸素と同じ。正気。さて怪盗サイ、ここからは貴様へのお仕置きの時間だ。もうどうでもいいや。俺はただあんたを殺す。安心しろ。生命維持に必要なユニットは無傷で残しておいた。せっかくあんたの魔力封じれたのに。ずるいよネウロ。どうした、立てサイ。どうやら終わりのようだな。俺はあんたを殺すことを考えてる時だけは自分の中身がわからない不安を忘れられた。でももう時間がないんだ。俺の記憶はもうすぐ抜け落ちる。すぐ俺の記憶は抜け落ちる。その苦しみあんたたちにはわからないだろうな。本当の地獄さ。ゼロから始まる記憶わからないよね。サイ、ネアロ、一つだけ教えてよ。セレンは魔界の住人だったのかい？おそらく違うな。
早く俺の息の根を止めてくれよ、ネオロ。同じ繰り返しを真っ平だ。記憶は脳が語りた音だからさ。遅いんだから、もう少し静かにね。ああ、すまん。思い出した。思い出したよ。何を？俺は、あんたの父親、殺した。サイ。ユアコちゃん、ここはやばいぜ。とにかくここから脱出しよう。サイよ、そんなやつほっとけよ。ダメだよ。急ごうぜ。お願い、サイも連れてって。魔界への扉が開こうとしている。待てー、七つ道具ビビるアクロ。先輩、どうして繋がらないっすか。これは一体、マジでヤバい雰囲気だぜ。本当に魔界への扉が。このままでは地上は魔界に食われてしまう。謎を生み出す可能性のある大勢の人間を失ってしまうのだ。ネウロ、この辺りだけではないらしい。異変は世界各地で起こっているようだ。この異変は本国だけでなく、北アメリカやアジア、ヨーロッパ各地から報告されており、大規模な地震の前触れではないかと全世界の人々を不安に陥れています。マジかよ。どうしたらいいの、ネウロ。我が輩の持つ魔力で魔界への扉を再び封印するしかあるまい。そんなことできるの？ネウロはここまで随分と魔力を使っているんでしょう。魔界への扉を封印するほどの魔力なんて。我が輩を誰だと思っている？ネウロ。アヤの曲。え？悠長に聞いている暇はない。さて、この怪盗祭の始末だが、ここでやるしかねえだろ。生かしておいたらまた何をしでかすか分かんねえぞ。日本に連れて帰ったって。待って、祭が。私、祭を連れて帰る。私がサイのそばにいる。何言ってんだてめえ。ヤコちゃん、ネウロ言ってたじゃない。ネウロは私と人間と一緒にいたから人間に近づいたって。ひょっとしたらサイも。いいのか、貴様の父親を殺したやつだぞ。分かってる。でもサイは
好きにしろ。貴様のその感情は我が輩には理解できぬ。ネウロ、いいかヤコ、貴様は人間の本質を最も理解できる人間なのだ。そして自分自身の可能性を知ることにも貪欲だ。我が輩が究極の謎を求めているのと同じようにな。ネウロ、それが我が輩が貴様を選んだ理由だ。選んだ理由、ネウロ。神様なんかじゃない。あいつは魔界の謎を食い尽くしてきた魔人、ノーガミネウロ。やがてネウロの姿が光に消えた。ネウロがどんな力を使ったのか私にはわからないけれど、おそらく魔界への扉は閉じられたのだろう。地上は元の姿を取り戻した。だけどネウロは戻ってこなかった。翌朝サイも姿を消していた。結局お父さんとの関係も謎のままだ。お母さん！お母さんはただ黙って私を抱きしめてくれた。ねえ、聞いてる？え？なんだっけ？来週の新入生歓迎コンパよ。どうせ暇なんでしょ？たまにはあんたも参加しなさいよ。パス。ヤコ、いい加減彼氏の一人や二人作らないと。すぐにおばさんになっちゃうんだからね。謎を解きたいのか？なんだ、いたのか。いろいろ手配しといたからな。うん、ありがとう。全部終わったな。え？うん。あ、じゃあな、俺行くわ。ああ、いろいろありがとう。元気でね。困ったことがあっても二度と電話してくんじゃねえぞ。探偵が絡んでこないと現場が静かでいいっすね。ね、先輩。なあ、そうだな。助けてください。はい。俺殺されるんです。いや、あの、実は先生。ああ、締め切り今夜なんですから帰って原稿仕上げますよ。ああ、助けて、助けてください。殺される、殺される。何だったんだ。謎の気配がするな。え、深淵でビミナル、謎の気配だ。痛いよ。
ぞヤコ。究極の謎を追い求めるのだ。